日本富山県高岡市、吉久吉久は、富山県高岡市の地名。北前船の往来する商人の町として栄えた。郵便番号は9 3 3 0 0 0 2位。吉久1丁目から3丁目まで存在する。様の子と呼ばれる千本講子の古い町並みをよく残しており、2020年12月28日に、国の重要伝統的建造物群保存地区として、 選定されている。高岡市では、金谷町、山町筋に次いで、市内3番目の充電立て指定となった。高岡市北部、西側の小矢部川と東側の小川間に挟まる位置にある。北側は、伊水市長西町の市境に接している。南側は、もともとは小川が流れ小矢部川との合流部分となっておりかつて、伊水川と称していたが、 明治期から大正期にかけての生姜は、親矢部川分離工事によって陸地となり、現在では工業団地として利用されている。吉久の古い町並みの民家は主に北東部にある、古い町並みの周囲は工業団地に囲まれており新港線の高岡貨物駅も立地している。古くは漁村であったが、江戸時代には加賀藩の米蔵が置かれ港町として発展 親や側川の水運によって、都並の年貢米が集められ海運で、関西方面へ送られた。また江戸期から戦後までは、吉久周辺で稲作もなされていた、古い町並みの指定範囲は、約4.1ヘクタールで、連続した古民家が見られる。古民家は街道に対して、間口の狭い短冊上で2階建ての白壁、様の子と呼ばれる千本講師が見られるのが、 主な特徴である2017年3月31日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。吉久の街並み周辺には駐車場が確保されていないので公共交通機関の利用が推奨される。ありがとうございます。